今日の近藤健介さん。ヒロシが頑張って考えた本日の打順。一番周東は調子いいからまあだけど、その足を生かしにくい三森が二番なのほんとセンスない。まあ現状これやろね。二番柳町で下位打線に三森肌は足でかき回してほしいし、下位以外は文句ない。復活の井上。井上以外はいつものつまらんスタメンか。井上を外さないあたり藤本学習してね。ドラ1忖度かは知らんけど、あとはうまくいくか、それだけ。1回の表、先頭の周東さんヒットで出塁。周東復活はでかい。周東9月あちあちやな。続いて三森さん。さっさと走らね。頼むで三森。連打でノーアウト2塁1塁のチャンス。最高の仕事ナイス。源田たまらん。チャンスに弱いおじさん。ここで得点圏の柳田さん。ここでホームラン頼むよ。得点圏雅子さんお願いします。ゴゴコゴゴゴコ。打点稼げ。今日の球審あかんわ。ショートフライでワンアウト。何してん柳田。ヒーターあるある。しょうもな。役立たずおじさん、次からバントでいいわ。得点圏だとしなしなおじさん。近藤健介さんの第一打席。イケメン待機。柳田は二冠王とは思えない勝負弱さ。得意のセカンドゴロなら最低一三塁だったな。近藤健介ちゃん頼むでよ。頼む近藤様。レフトフライでツーアウト。7億払ってんだぞ。ひどい。3、4番進塁打も打てんのかこいつらは。いつものパターン。3、4番がゴミすぎ。7円。近藤も冷えてきたな。柳田もいい加減噛み切ればいいのに。ぶっさ。続いて中村明さん。埼玉の意地見せろ。クリーンアップが年寄り。フォアボールでツーアウト満塁になる。さすネギ。さすがの選球眼やな。続いて今宮さん。タトゥルちゃんか。初球を打ってタイムリーヒットで2点先制する。うおおおおおお。さすが今宮さん。しゃあ。やるやんこ。夏宮すげえ。やっぱ満塁といえば今宮よ。残暑宮さんさすがやで。アキラのつなぎが行きましたわ。続いて柳町さん。柳町も続け。追加つこい。保護者無理こい。タイムリーでさらに1点追加。うおおおおお。ダメなの3、4番だけやん。保護社長やるやんけ。やっぱ今宮柳町が新たの3、4番や。さすが元祖慶応のプリンス。続いて井上さん。3、4番は恥ずかしいぞ。井上も続いて。とどめさせ。ヒゲ同様。ヒゲも和夫の眼力見習え。これもタイムリーでさらに1点追加。うおおおお。井上ナイス。初タイムリー。おおお。なんや、俺は夢でも見てるんか。続いて甲斐さん。甲斐で終わりか。甲斐もここで打っとけ。三振で3アウト。この回一挙4点を先制する。すっげえ、4点も取ってんじゃん。アストゥディーヨ3打点、井上2打点、ガルビス1打点、デスパイネ0打点、ホーキンス0打点。2回の裏、スチュワートさん連打でノーアウト2塁1塁のピンチなる。スチュワートはどんどん球速出なくなってるな。スチュワートストレートの質落ちてるよな。抜いて投げてるのか。進塁打でワンアウト三塁二塁。始まるな、スチュワートの炎上が。少ない失点で終わらせ。2点は覚悟しよう。犠牲フライで1点返される。まあこれで収まれば。タイムリーじゃなきゃよし。すぐゲロるのやめや。その後はレフトフライで3アウト。タトゥルなら落としてたわ。タイムリーかと。今日はもつれそうだな。3回の表、近藤健介さんの第2打席。イケメン待機。イケイケ近藤健介ちゃん。近藤打て。こんちゃんどっか悪いんか。センターフライでワンアウト。7フラン。ぶっさ。7円。続いての中村明さん、ヒットで出塁。うつむかない明スコ。明が絶好調やな。3、4番は反省しろ。埼玉県人は埼玉に帰るとパワーアップ。ガチで7円と雅子以外が仕事をしてる。うううう。明調子ええな。そして期待の今宮さん。続いて今宮さん。ヒロシ動きます。ヒットエンドラン発動。またエンドランか。エンドランやメロや無能監督。藤本のクソサイン出すな。ヒゲ何者とんねん。絶好調今宮様やぞヒゲ。だからクソヒゲ邪魔すんな。レフトフライでツーアウト。ヒゲ寝てろ。ほんとバカな一つ覚えみたいにエンドランするよな。エンドランが打者の打席の邪魔してんだよな。続いて柳町さん。柳町なんか風格出してるやん。センターフライでスリーアウト。抜けなかった。圧倒的ノーパワー。3回の裏、スチュワートさん
ワンアウト二塁のピンチになる。毎失点しそう。頼むぞ。殿崎キライヤはピンチだとマジで怖い。まさかサードの右の大砲がリチャードでもイサミでもなく井上で落ち着くとはな。ライトフライでツーアウト。その間に三塁へ進塁。ワイノタツル。今の甘かったわ。続いて昼間さん。さあピシャッと押さえんか。ピシャッとマキロンに回すなよ。三森さん、ナイスプレーでスリーアウト。危ねえ。三森うまいやん。これはヒゲポカンスト。4回の表、周東さん、ツーアウトからヒットで出塁。盗塁チャンスへ。走れ走れ、初球から走れ。周東上げてきたな。柳田と近藤にたくさん回せ。続いて三森さん。これ牧原帰ってきても席ないじゃん。周東どうした、急に覚醒したのか。周東の打率が上がってきた。ツーアウトだし走れよ。なんで走らんのや。周東下手れか。ここでスタートを切ってヒットでツーアウト三塁一塁のチャンス。やるやんけ。きたー。ヒゲポプラス99999。よくやった三森、おじさんの出番だ。ここで得点圏の柳田さん。さてチャンスで柳田。よしよし、主軸に責任持っていけ。しかし3、4番が得点圏柳田になれ。怒りの二頃の予感。得点圏マサゴ定期。空振り三振でスリーアウト。ほんとチャンスじゃ打たないな。はっ、振るんかい。だから打点王に縁がないや。休みなく使ってるやつのせい。打点王とは思えない勝負弱さ。得点圏だと左のマサゴになる男。4回の裏、スチュワートさん、ワンアウトから連打で二塁一塁のピンチになる。あかん、逆転されるぞ。中六でヘトヘトは厳しいでしょうな。中六で疲れてるようじゃメジャーなんて無理や。フォアボールで出塁になる。ダメだこれ。あかん、負けそう。ダメだこりゃ。ヒゲを映すな。カットイン来た。カットインやめろや。タオルなしカットイン。水なしタオルなしの期待度どうなの。満塁で告げ瀬名さん。とりあえずストライク入れてみろや。告げ瀬名くらいは抑えて。空振り三振でツーアウト。よしよし、しよー。続いて西川さん。楽天勝ち越し、絶対負けられない。初球を打たれてのタイムリーで2点追加で1点差になる。あ、終わった。また逆転負けかよ。和美カットイン期待度、持ち物なし 70%、 タオルまたは飲み物 80%、 タオル&飲み物 90%、 2回目以降プラス 10%。 弱い。カットインもうやめろやアホ。続いて源田さん。スチュワート終了。ヒゲカズミは系統タイミング下手すぎる、やめろ。タイムリーでついに追いつかれてしまう。帰ろよ。ヒゲの顔いらん。はい、逆転負け落つ。ギーマ肩しょぼすぎ。吐くの早すぎや。帰るタイミング下手すぎる。ヒゲカズミやめろ。12球団最弱先発陣。コントロールゴミストレートゴミでどうすんのこれ。続いて殿崎さん。まだ変えないのかよ。もうヘロヘロ、まだ投げさせる昭和バカ監督。ヒゲ無能全開。地打たれたら2点するぞ。出始めの頃は良かったけど、濃紺は所詮濃紺やな。フォアボールで出塁。ここで交代。イラ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 。こんなところで交代。交代が遅すぎるんだよアホ。なんで同点になるまで変えないのか。スチュワート調子悪いのに使い続ける。監督判断もどうかと。甘い高い球多すぎ打たれてくださいだもんな。交代しないしマジありえない監督ですわ。加山さん、ログイン。変えるの押せよ。交代押せよ。無能ヒゲカズミはやめろ。カカカカカ加山。加山はちゃんとランナー返すぞ。回は変えなくて大丈夫なんか。ここで昼間さん。左昼間だけで加山ってバカだろ。ヒゲの選手調子を見極められない能力のなさは異常。監督向いてない。さあ加山に土下座させてくれ。柳町さん、ナイスプレーでスリーアウト。同点になんとか食い止める。よく取った。ワイの達る。柳町なら孤立してた。打ち取ってないぞ加山。言ったと思った。ふはははは、これが達るや。 B クラス同士らしい試合。立ちなら走者一掃。ワイの達るをよろしくお願いします。近藤健介さんの第3打席。イケメン待機。さっきは柳田なら3失点だったな。調子の悪い近藤健介ちゃん。こんちゃん打てなくなったな。レフトフライでワンアウト。いやー、 3、4番がノーヒット、ノー出塁。そりゃあかんわ。ぐぞー。777円ってとこだな。ぶ
続いての中村明さんはセンターフライで2アウト。月もなくなった。取るなよ。続いて今宮さん。先制楽勝試合か。追加点取れず交代遅れて同点、監督無能。ショートゴロで3アウト。3分かよ、流れが向こうやな。嫌な流れね。5回の裏、貝野さん、2アウトから2塁1塁のピンチになる。打たれたら貝野博士に改名だ。マジで抑えんなこいつ、毎回ランナー出してどういう気持ちや。セカンドフライで3アウト。危な、周東なら落としてたわ。6回の裏、中村明さんに代わって上林さん、ログイン。明どした。上林、埼玉やから活躍するで。ラッキーセブンの攻撃。1番2番倒れて2アウトから得点圏じゃない柳田さん。7億と政子が打たないと負けだよ。ヒットで出塁。やはり得点圏じゃないと打つ模様。ヒットきた。ほんまランナーなし。近藤健介さんの第4打席。イケメン待機。得点圏で打て定期。近藤のツーランあるぞ。まあ見ててみ。もし近藤打っても次上林。レフトフライで3アウト。こんちゃん明らかに疲労やろ。7ペソ。ブスすぎるわ最近。7セント。3割切っとるけんや。7円。疲れてるのか福山雅治に見えなくなってきた。こんちゃん最近おかしいな。ブッサ。7回の裏、松本さん、2アウトから長打を打たれて2塁のピンチに。いったかと。あっぶねえ。全盛期なら場外やろうな。続いては1球で打ち取り3アウト。ふひ。助かった。8回の表、今宮さん、ワンアウトからヒットで出塁。夏はまだ終わらない。今宮だけやの。調子上がってる今宮にバントエンドランやらすアホがおるらしいな。続いて柳町さん。眠いだけの試合をタツルが帰るで。ワイの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 タツル。エンドランやるなよヒゲ。連打で二塁一塁のチャンスになる。きたー、令和の安打製造機。柳町一番固定しろ。やるやんけ。この柳町にもバントさせたアホがいるらしい。続いて井上さん、変えて解散。育てないんかい。長谷川の耳打ち何やったんや。まさかの初球打ちで2アウト。アホすぎる。買いに買いでいいだろが。井上よりひでえ。あれ、長谷川のアドバイスは何やったん。多分ヒゲが勝手に代打にしたんやろ、この左右病が。続いても解散。買いには代打なし。聖域ふざけんな。左右病ひどすぎるなバカ監督。カカカカカカイそのまま。ベンチが全力で足引っ張ってくさ。やっぱり藤本って負けにいってるよな。空振り三振で3アウト。クソ。藤本氏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 。ふざけんなヒゲ。ヒゲは今すぐやめてくれないかな。ふわー、リアルに吹き出したわ。先般ヒゲ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 。え、これ八百長だよね。プロ野球でこんなことやってよいの。ヒゲの頭の中では甲斐が絶対的な存在なんだろうな。藤本破壊工作員いい加減にしろボケが。シーズン終わったらパの他球団からたんまり裏金もらえるんやろ。マジでイライラするな。8回の裏は藤井さんが三者凡退に抑えて、9回の表の攻撃は1番周東さんから。ギータが追加点取ってればな。さあ、7億コンビの仕事の時間だ。センターフライでワンアウト。延長基地よ。続いて三森さん。クリスキーまだヒット打たれてないんかよ。空振り三振で2アウト。シルエット確定やな。続いて得点圏じゃない柳田さん、初球を打ってヒット。首位打者しやー。また打った。ランナーいないと打つおじさん。得点圏じゃないと打てるふざけた中年。ギータ首位打者キープ。また得点圏じゃない柳田。近藤健介さんの第5打席。イケメン待機。近藤の長打に期待。そろそろ頼む。秘宝ネクスト上林。なお敬遠。7億の威圧感で申告敬遠。ああ敬遠かよ。勝負しろや。当たり前体操。上林勝負とか卑怯すぎる。ここで上林さん。上林たまには打てや。よみがえれ上林。所沢上林を信じろ。埼玉の上林はやる。1ミリも期待してないわ。打って広いんで泣け。ファーストゴロで3アウト。バカなのこいつ。悲しすぎるわ。
ヘルナンデスよりクリスキー取れよ。負けが見えてきたな。9回の裏、オスナさん、ログイン。オスナの持ち腐れ。オスナの無駄遣いや。すまんな、オスナ変な場面ばっかに登板させて。殿崎さんにヒット打たれるも、甲斐キャノン発動でツーアウト。キャノンシャー、甲斐キャノンナイス。後続はしっかり抑えて延長戦へ突入。しやー、延長を投げるピッチャーがおらえん。先頭の今宮さんは空振り三振。ああ終わった。続いての柳町さんはレフトフライ。筋トレしろ。続いての川瀬さんはツーアウトからフォアボールで出塁。川瀬やるやん。打順調整ナイス。続いて甲斐さん。よしよし、甲斐まで消費や。見逃し三振でスリーアウト。バットを持った敗退行為はごたこ。聖域甲斐さん4三振おめでとう。10回の裏、津森さん、ツーアウトからさよならのランナーを出してしまう。あのさ、ヒゲを映すなよ。ひよってんな。かやほかよ。サードフライでスリーアウト。ふん、周東が取ったぞ。周東が内野フライ取るの初めて見た。延長11回の表、1番からの攻撃。先頭は周東さん。お願い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 。周東出てくれ。フォアボールで出塁。しやーごらー。続いて三森さんはバントでワンアウト二塁。必ずセーフになる周東を走らせないのはバカすぎる。ここで得点圏の柳田さん。首位打者の本領発揮の時間だ。もったいない脳死バント。藤本さん集まらんねん。お前、フォアボールで出塁ワンアウト二塁一塁のチャンス。上林勝負は卑怯だぞ。近藤の次上林だけどどうすんやろ。ここで不調の近藤。近藤健介さんの第6打席。7億万のタイムリー来るぞ。イケメン待機。こんちゃん起きろ。これは7億ですわ。先に言っとく。イケメン頼む。ここでイケメンすぎる7億の2点タイムリー。ふわー、きたー。これは7億イケメンしやー。福山雅治完全復活じやー。おじさんの走塁も良かったな。ヒゲ笑うな。おかえり福山雅治。真の福山雅治。近藤歩かせるだけで点取れそうもなかったのに勝負してくれてありがとう。続いて上林さんはフォアボールでワンアウト二塁一塁。上林によっては草。続いて今宮さん、長打でさらに2点追加、勝ち。今宮ほんと調子ええな。ふはははは。名将藤本。続いての柳町さん凡退で川瀬さんはフォアボールで出塁。ここで甲斐さんの6打席目。六タコ聞き。介護三振チャレンジ来た。セカンドゴロでスリーアウト。本日6タコの模様。はい、聖域さん、6タコ。11回の裏、大津さん、初球でワンアウト。大津発走。セカンドゴロでツーアウト。4時間44分長すぎるわ。早よ終われよ。ツーアウトからフォアボール。早よ終わらせる、ユートンねんぼけ。レフトフライで試合終了。4時間49分、勝ち。イケメン、ヒロシ、名将、ヒロシ、ニコニコ、ヒロイン。ヒロイン、イケメンやん。お前ら、これが南の福山雅治じゃー。イケメン。